あ、楽しかった。で、気づいてしまったんだけど、足がだいぶ傷だらけになっていた。赤くない？赤くない？むやみの草むら行っちゃう。行けませんよ。これ行けんのかな？行けんのかな？こんなんよ。こんなんよ。でもさ、人通ってんのよ、これ。いやー、痛い気です。あ、だん。いやだん。いやだん。足す足。足の皮が熱くなってきたのかな？うん、どんなのがチクチクしてても平気だもんね。2017年、ドローン始めた頃の私に言いたいわよ。皮は熱くなる。あの頃はビクビクしていたからね。行って。岬の先っぽに行きたいのよ、私は。その先ね、マンタポイントって言って、マンタがいっぱいいるんだって。まあ、泳がないんだけどね。空からさ、マンタ見えたら楽しいじゃん。私、閉所恐怖症なんだよね。明かりが見えてきた。おーおーおー、海に降りたいんだけど、さすがに謎すぎてやめとこっか。いや、これは無理だ。撤退も勇気を採用。戻ります。出た。よくこれを入り口と思ったもんだ。我ながら褒めたいぜ。脱出成功。次はこの道を試してみようかな。こっちの方が100倍まともな 見た目だよ。これは可能性があるのではないか。歩きやすい。痛くない。おお、海が見えるじゃないか。ほら、向こうに。ここじゃん。うわ、絶対こっちじゃん。さっきの無理やりな道は何？まあ、みんなはマンタに行く人は船で行くんだろうけどさ。でも、地元の人が行く道なんてものはあるよね。うわー、海の音がする。嬉しい。ちょっと滑るけどさ、漁さんだから大丈夫。漁さんはどんなところも滑らない。あー、来た甲斐があった。探した甲斐があった。これは滅多な人は連れてこれないけど、好きな人にはたまらない秘密の海だと思う。わー、気をつけて、気をつけてね。え、降りれんのこれ最後。海だ。本当に降りれた。予想外。感動。海っていうか石だった。石だった。あの海岸に降りる予定だったんだけどな。わ、でも嬉しい。やった。飛ばすか。Thank you.
楽しかった、大満足。帰ります。帰りも大概よ。これ大学ない？今日は曇りだから、だからこんな風にスイスイ行けるのだ。いいじゃないか、いろんな空の様子が見れるの楽しいのよね。